今回はこのもっちり食感醤油おこわ入り磯辺稲荷ですね、こちらを食べていきたいと思います。まあなんと焦がし醤油の旨味というところで美味しいんじゃないですかね。早速開けていきますけど、いい感じじゃないですかね。ちょっと切ってみますかね。こちら、こんなもんですかね。磯辺稲荷ですけど、ああいい感じに味が染みてますね。これいや美味しそうですね。ちょっと香りもすごいいい香りの醤油の味が香りがしますね。早速いただきたいと思います。うん、いやベースは普通の稲荷寿司なんですけど、この醤油の味がついてることによってかなりグレードアップしてますね。海苔もいい感じですよ。いや、いい磯の香りで美味しいですね。いや、いいですね。こういう変化球の稲荷寿司ってもなかなかないですからね。いや、いい感じの味わいですよ。いや、いいんじゃないですかね、これ。結構満足感高いですね、これ。やっぱり普通の酢飯にプラス醤油っていうのもまた、通な感じですね。この海苔がいい感じですしね。醤油との醤油と海苔はもう最高ですね。剥がれちゃいましたけど、剥がれても美味しいと思いますね。いや、酢飯にいい感じの醤油が乗ってていいですね、これ。美味しいですよ。というところで、今回はこのもっちり食感醤油おこわおにぎりですね、磯辺稲荷をいただきました。ご視聴ありがとうございました。